おはようございます。食材調達のためならどこまでも、マスターの衝動の代弁者、ゆずきゆかりです。おはようございます。対応という技を知ってほしい、マスターの理性の代弁者、キズナあかりです。時にあかりちゃん、私、ニシンの山椒味噌漬けが食べたいです。またニシンですか。このシリーズ、ニシンの頻度が高すぎるせいで、唯一ニシンが出てこないパート、忘れられがちなんですよ。ただ残念ながらスーパーには売っていませんでした。なので私、作ろうと思います。ゆかりさん、そもそも料理できるんですか？いえ、好きですが苦手です。私にはセンスも技術もありませんから、あるのはニシンへの執着だけです。ニシンに全振りした結果、他の食材調達し損ねるとかやめてくださいよ。そうそう、今回はインドモンでおなじみなめろうさんのなるべく火を使わない料理祭に参加しています。コンロはもちろん、 IH、レンジ、オーブン、炊飯器も使わない加熱セロな魚料理をご覧に入れましょう。刺身以外で火を使わないなんて、ずいぶん大きく出ましたね。はは、暑い夏、食べるべきは磨きニシンってこと。秋は強すぎます。とはいえ、ニシンの山椒味噌漬けってどれくらい知られているんでしょうか。まあ、名前の通り、ですよね。ええ、強いて言えば、粉や実ではなく、山椒の葉を使うのが特徴です。以前作った山椒漬けと同じですね。何せ、今回の料理は、来たる山椒漬けリベンジの試作。前回失敗した山椒の葉をいかに調達するか、入念にシミュレーションしようと。ニシンに対してストイックすぎです。それでは、お話も早々に、食材紹介です。ありません。え？山椒の葉がありません。案の定、ニシン以外で調達失敗してるじゃない、仕方ないじゃないですか。当てにしてた、百貨店でも売ってなかったんだ。前、道南の山に取りに行くとか言ってましたよ。火が立てるんです。死んだら、ニシン食べられないんですからね。え、どういう状況？放送の通りですよ。私たちは今、徒歩、飛行機、新幹線、在来線と乗り継ぎ、磐越西線は猪苗代駅付近を走行。しれっと空港まで歩いたって言いませんでした？会津若松にある三田屋というお店に、山椒の入りの味噌があるとの情報をキャッチ。遠路はるばる、調達に向かっているわけです。ゆかりさん、通販って知ってます？買いに行った方が早いじゃないですか。何に追われているんですか？磨きニシンを戻し済みな手前、劣化する前に調理したい。そのためには、通販を待っている時間が惜しいんです。なんで、食材揃える前に戻したんですか？いえね、もうルーティーンとかしてまして、流れでやってしまって。三田屋に到着です。味噌のほか、ごま油などの取り扱いがありました。それでは、改めて食材紹介です。ありえ、このニシンも、同じスーパーに1年近く通い詰めたり、出先で見かけるお店すべてに入って探してるはずなのに、さっきと比べると、長期を逸した行動も霞んで見えます。それでは、ボイスロイド食材調達とかタグ付けされる前に、料理に取り掛かりましょう。では、いつも通り、ニシンの下処理から始めました。え？この動画で、磨きニシンも3回目、そろそろ省略してもいいかなと。実際、米の研ぎ汁に1日半つける、水洗いする、切れや鱗を取る、の3段階だけですもんね。さすがあかりちゃん、もう完璧です。動画外を含めれば61回目ですし、嫌でも覚えます。まあ、炊飯と同時に毎週末やっていますからね。で、下処理した結果が、さっきの食材紹介の状態です。続いて、ニシンを一口大にカットしたら、みりんと料理酒大さじ 1.5 と山椒味噌 15g を混ぜます。ずいぶん緩めですね。磨きニシンは乾燥していますから、液体状の方が味が染みやすいんです。そうそう、砂糖は適量です。使う味噌によって甘さが違いますから、お好みで調整してください。ちなみに今回の味噌は甘めでしたので、ほとんど入れてません。市販の味噌で代用する場合は大さじ2が目安です。あとは磨きニシンを味噌だれにつけるだけ。今回は少なめですので、ボウルを使いますが、量が多いならどのご家庭にもあるニシン鉢がおすすめです。あとは待つだけ。1日から2日漬け込んで完成です。食材を訪ねて912キロ、ニシンの山椒味噌漬けの完成です。なんかいろいろ増えてる。それでは早速いただきましょう。山椒の豊かな香りが鼻に抜ける。粉や実に比べ葉は香りが段違いですね。味は結構甘め、砂糖を調節して正解でしたね。で、その甘さのおかげで油の旨味が引き立っています。そして食感はしっかりめ、
噛み締めるたびに味が溢れます。とはいえ、甘みだけでは単調と感じる方もいるでしょう。そんな人は、追加でにニシンするのがおすすめ。何ですかその単位。どちらも、煮かきニシンさえあれば作れる、加熱不要なお手軽料理。本家ニシン、そして、ニシンと青唐辛子の味噌和えです。本家ニシンは、前回作ったものですね。米麹のおかげか、身がだいぶ柔らかくなってます。漬けてから、3ヶ月以上経ってますからね。うん、麹の華やかな香りが、いい感じ。これでも、完成まであと7ヶ月かかるというから恐ろしいです。もう一つは牛タンの付け合わせでおなじみ南蛮味噌のニシンバージョン。塩気に加えて辛みも感じます。さて例によって今回もお酒を用意してあります。いただくのはこちら会津米使用会津限定販売と会津尽くしの一杯花春酒造のやわからです。ずいぶん変わった名前ですね。日本酒度10と辛口ながら飲みやすい、そんな優しさを表したネーミングです。キレの良さと甘いニシンのコントラストが美味しいです。一方で純米酒特有のフルーティーさや芳醇な旨味も感じます。辛口が苦手な人、飲み慣れてない人にもおすすめできるバランス感ある日本酒です。17度とノンアルなのでつい飲みすぎてしまいそうです。さてこれで長きにわたるニシンの山椒味噌漬け食べたい欲が収まりました。また欲に駆られてキッチンに立つことがあればお会いしましょう。今度は食材調達をきっかけに小旅行が始まらないことを願います。そうそう、最後に宣伝を。よろしければいいね、マイルス、ツイッターのフォローをお願いします。今回のいいねはニシン鉢の意外な使い道です。それではご視聴ありがとうございました。